はい、どうも、ニョッキーと申します。今回は AKB48 の CD お渡し会のリポートをお送りいたします。ワーキングホリデーコレクション、原宿表参道で行われている AKB48 の CD お渡し会に行ってきました。私は6月3日土曜日開催の、工藤かすみさん、山口ゆいさんの会に行ってきました。原宿駅から少し歩いてお店に到着です。で、まずは階段に並びます。その間に紙にサインで入れてもらう名前を書きます。名前はひらがなカタカナで小文字以内っていう感じでした。そして会場、この日は完売でしたので一巡のみでループはできませんでした。まず CD を受け取り、ジャケットを抜いて、名前と名前の紙とともに準備します。で、入り口のところにメンバーがいまして、で、手前に有名な男性マネージャーがいました。マネージャーに、紙とジャケットを渡して、待機して、自分の番が来たらメンバーと会話を開始です。剥がしはいません。ただお店のスタッフさんがですね、列を仕切っています。詰めてくださいとかそういう感じですね。はい、まずは山口ゆいさん、名前は覚えていてくれたようです。次のお話し会を買ったということを伝えますと喜んでくれました。で、メンバーがサインを書き終わって、話の区切りがついたタイミングで、次のメンバーにジャケットを渡すと、そこでファンは自主的に移動していました。はい、続いて、工藤かすみさん、ショールームいつも見てますよということと、ショールームで名前呼んでくださってありがとうございますという会話をしました。こちらもですね、終わったら自然にファンは離れていって、で、続いて会計に並びます。これは CD の会計ですね。で、支払いが終わるとコースター引き換え券ももらえます。で、この後カフェで飲食する人は、席を探して席に座るという流れです。で、私はここで帰ることにしました。ですので引き換え券は使いませんでした。まとめとしては、CD1 枚1700円の費用でメンバー2人と話ができて、2人のサインももらえるという神イベントだったと思います。今回は、AKB48 の CD お渡し会のレポートでございました。ありがとうございました。